皆さん、まずはこの生き物を見てほしい。一見インクがこぼれているだけのようだが、実はイカがいるのだ。しかもこのイカはインクの中を潜れるだけでなく、なんと人の姿にも変身できる。イカの姿でインクの中を自由に動き回り、人の姿でインクを自在に打ちまくる。この特徴を生かして遊ぶのがスプラトゥーンなのだ。まずはイカの基本的な特徴を紹介しよう。彼らは人の姿ではあまり速く走ることはできないが、イカになるとインクの中を素早く泳ぐことができる。また勢いをつければジャンプの飛距離はこんなにも違う。そしてインクの中であれば壁を登ることもできる。塗りたいところはコントローラーのジャイロ操作で狙う。コントローラーを動かすことで狙いを定めることができ、直感的でクイックに射撃ができる。人の姿でインクを打って、イカの姿でスイスイと移動する。これがイカたちの基本行動だ。次はイカたちの縄張り争い、縄張りバトルを紹介しよう。縄張りバトルは4人対4人のオンライン対戦だ。試合時間は3分。ステージ内の地面をインクで塗り合い、塗った面積の大きいチームが勝ちとなる。塗った面積は猫たちが正確にジャッジしてくれるぞ。バトルで使う武器は水鉄砲や筆、バケツ、傘など、どこかで見たことがあるようなものばかりだ。自分のチームのインクの上ではイカになったり走ったりと自由に行動できるが、相手チームのインクの上では足を取られて動きが鈍くなってしまう。しっかりと自分の色に塗り替えして縄張りを確保することが大切だ。またイカたちは相手のインクを浴びるとやられてしまうが、何度でもスタート地点から復活できる。ただしいくらやられても勝利の決め手はあくまでも相手より多く塗っていること。始めたばかりの人でもとにかくびっちゃびちゃにインクを塗りまくるだけで十分勝利に貢献できるのが縄張りバトルなのだ。さてここからはバトルに役立つ3つのモードを紹介しよう。まずは試射場。このイカ型の風船を相手に試し撃ちができる。狙いを合わせる練習にもってこいだ。またいつでも武器を変更できるので、数ある武器の中から自分好みの武器を見つけるのに役立ててほしい。続いて散歩。バトルの舞台となる様々なステージを自由に散歩することができる。対戦相手のいないステージをバトルの前に下にして特徴をつかんでおこう。そしてヒーローモード。ヒーローモードはイカたちの宿敵タコ軍団と戦う一人プレイ専用のモードだ。バトルや武器の基本を学ぶのにうってつけなので、ぜひ遊んでみてほしい。そしてスプラトゥーン3の発売前に縄張りバトルが遊べる前夜祭が開催されるぞ。基本操作が学べるチュートリアルもあるので、初めての方でもご安心を。この機会にぜひスプラトゥーンの世界を覗いてみてほしい。スプラトゥーン3前夜祭は任天堂 e ショップからダウンロード可能だ。イカで潜って人で塗る、びっちゃびちゃにインクを塗り合うイカしたバトル、スプラトゥーン3。